はい、今回は LPGA 米女子ツアーの11月のスケジュールについて語っていきたいと思います。まずは11月6日から11月9日にロッテ選手権がハワイ州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ原恵梨香選手、古江彩佳選手、西郷真央選手、畑岡奈紗選手、渋野日向子選手、西村優菜選手、勝みなみ選手、稲見萌寧選手、吉田優利選手となっています。まだ先の試合となるのでエントリー状況が変動する可能性は十分にあります。日本で開催される TOTO ジャパンクラシックの翌週ということで移動の負担を考慮してハワイでの開催となっています。そして原恵梨香選手が推薦での出場となっていますね。米女子ツアーへの挑戦を表明し二次予選に出場していたのですが見事に通過、最終予選へ進出となっています。さらにこの試合で優勝すれば当然ながら米女子ツアーのシード権も獲得できることになります。原恵梨香選手のプレーにも注目が集まりそうですね。そして11月14日から11月17日にアニカドリブンがフロリダ州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ西郷真央選手、畑岡奈紗選手、勝みなみ選手、稲見萌寧選手、吉田優利選手となっています。まだ先の試合となるのでエントリー状況が変動する可能性は十分にあります。今季に優勝しておらず CME グローブランキングが60位未満の選手はこの試合が最後となります。日本勢の選手ポイントを稼いでランキングを60位以内に入って最終戦へと進んでほしいですね。そして11月21日から11月24日に CME グループツアー選手権がフロリダ州で開催されます。米女子ツアーはこの試合が最終戦となります。直前の大会終了時点で CME グローブランキング60位タイまでの選手もしくはシーズン優勝者のみが出場できる大会となります。現時点でランキング60位以内に入っている日本勢は古江彩佳選手、西郷真央選手、畑岡奈紗選手、渋野日向子選手となっています。このまま60位以内をキープすれば出場資格を得られますね。勝みなみ選手、稲見萌寧選手は CME グローブランキングを60位以内まで上げていきたいところです。また西村優菜選手は現在 CME グローブランキングが69位となりますが、この試合にエントリーをしていない状況となっています。残り試合数も少なくなっているので、どこまでランキングを伸ばしていけるか注目となりますね。現時点での渋野日向子選手の出場試合の予定についてですが、ロッテ選手権 CME グループツアー選手権はエントリー済みとなっていますが、アニカドリブンはエントリーをしていない状況です。現時点では最終戦に出場できる状況なので、一周明けて最終戦に臨んでいく形となるでしょうか。アジアシリーズでは1戦目のビュイック LPGA 上海では59位の成績、そして2戦目の BMW 女子選手権の時に体調不良で急遽欠場となってしまいましたね。3戦目のメイバンク選手権はエントリーをしていなかったので、最後の4戦目の TOTO ジャパンクラシックで活躍を目指していきます。今季のこれまでを振り返ると、全米女子オープンで2位、全米女子プロで7位と、やはり今回も海外メジャーという大舞台で大活躍を見せている結果となりましたね。ピンポイントで大きな大会で活躍するというのもとてもすごいことではあるのですが、やはり通常の試合でなかなか上位の成績を出せないというのは心配なところですね。現時点ではショットはまずまずですが、やはりパッティングが大きな課題になっていると思います。しばらく間が空いているので、その間にリフレッシュと合わせて練習や調整も重ねていると思うので、まずは TOTO ジャパンクラシックで活躍を見せて、その後11月の試合でも笑顔でのプレーを見せてほしいですね。11月の渋野日向子選手の活躍が待ち遠しいです。引き続き応援していきたいと思います。はい、今回は LPGA 米女子ツアーの11月のスケジュールについて語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。